ご覧いただきましてありがとうございます。せーやーです。タメ口関西弁縛り、タクノミ雑談。はい。ということで、今回は、今回はいつもは、敬語、丁寧語で、ほとんど標準語な感じで、こういう雑談してるんやけど、今日は、さっきだた通り、タメ口で、 関西弁縛りで、ちょっと、宅飲み動画、宅飲み雑談動画をしていこうかなと。思って、ま、思、思ってる。と思っと、宅飲み動画をしようと思っと、もっと、うん。なんかあの、普段、年上の人とばっかり絡んでるし、なんていうのかな、あんまりこう、タメ口で話す相手が最近は、 なかなかおらんから、なんかすごいぎこちないというか、ちょっとエセっぽく聞こえちゃうところ、聞こえてまうところ <laughs>、あると思うねんけど、まあちょっとね、あの、2、3年ぐらい東京行ってたこともあって、なんかこう、スムーズに関西弁でしかもタメ口っていうのが、ちょっと出てこうへんところが、あのー、まあ結構あるかなと、思うんやけど、まあ今日はちょっとね、以前出した小声雑談のプレミア公開のコメントなんで、まあタメ口関西弁ありやな、みたいな。 話が上がってたんで、今日は、まあ、それを縛ってね、えー、まあ雑談動画していきたいと思います。で、まあついでにリクエストがあったね、タク飲み動画も一緒にやっていこうかなって、思ってます。はい。で、今日は、ドンキでね、これ買ってきて、見て、合うかな。シーバスリーガルっていうね、ウィスキーなんやけど、はい。まあ 美味しいウイスキーって感じ。だいたい、これ、で、何本やったっけ ?3000 円か4000円くらいしたんやけど、開けて、ちょっと、飲んでいくわ。<noise> 普段、なんかもう丁寧語とか、敬語とかばっかやから、なんかすごいタメ口が、気持ち悪いというか、なんかタメ口にすると、一緒にタイでまで大きくなってしまいそうで、個人的にはあんまり好きじゃないんやけど、 今ね、プレミア公開行くとか、普通に動画で見てくれてる人は、どんな感じかなできればちょっと、タメ口で関西弁で喋ってるせいやの意見、どんな印象かなみたいな、ちょっと聞かせてもらえると、ありがたいな。 めっちゃい,い箱やな,こ,れかるかなこのザラザラ感がすごいいい感じうんこれ絶対おいしいなこれなんかこういうねお酒ってやっぱりこう雰囲気もやっぱりねこうなんか楽しむもんなんかなっていうのは個人的に思ってるからやっぱりねこういうなんか高級感ある感じがすごいいいよね うん。早速ちょっとね、乾杯したいと思います。みんなもね、あのー、なんか手元にお酒とかね。未成年の方はあかんけど。未成年の方はコーラとかね、ジンジエールとか用意してもらって。できれば一緒に乾杯しましょう。しましょうしましょうって、タメ口ちゃうよね。タメ口ちゃうな。かもしれ <laughs> うん、いい匂い。 一緒に乾杯しよう。か、ため口やったらな。で、まあ、いつものね、こいつ。いつものこのグラスに、シーバースリーガル注ぎまして、注い、注い、注いで、 低炭酸入れてシュシュええなやっぱこの音、まあ、最近毎日最低一杯2杯ぐらいはウイスキーソーダ割りして、まあ、ハイボールにして飲んでるんやけど。 やっぱりね、こう、一日の終わりに飲むお酒がもう最近は最高だよね、ほんま。はい。じゃあまあね、ちょっとアテ紹介する前にまだず,ずっと乾杯しようかな。うん。そしたら皆さんもね、んみんなも、みんなも、えーっとね、ドリンク持って、一緒に乾杯しよう。OK、準備。うん。もうまたへんで。 ほいじゃあ。今日も一日。お疲れ様。乾杯。うん。うん。目、はあ。めえな うん。ま、あなんか味は何ろう、ろ最近飲んでる、ワイルドターキーっていうウィスキーがね、結構好みで、あ、っていうかあれか。えっと、この動画出す、前の動画で、ちょうどあのね、抜く快感みたいな動画出したと思うんやけど、あのお酒がね、ちょうどワイルドターキーってお酒で、あれがね、結構美味しいよね。 そう、だからあれがちょっとね、かなり好みすぎて、ちょっとシーバースがかなり、なんていうかな、薄いっていうか、ま、あ多分ね、ウィスキーの、とかハイボールとか慣れてない人には結構飲みやすい感じやと思うねんけど、うん。全然美味しいんやけどね。うん。個人的にはワイルドターキーの方が美味しいかなって感じ。うん。で、今日のね、アテを紹介します。あ、アテを紹介するわ。 すごいなんか違和感。これもドンキに言ってたやつ。鶏皮おつまみの、柚子胡椒風味ってやつ。と、もう一個が、えー、カシュースナック。カシュースナック。で、こちらも柚子胡椒味。ね。ちょっとあのー、この柚子胡椒味がね、お酒にね、お酒に合うんよね、これほんまに。めっちゃ合うのよ、これ。 開けまーすなんかねやっぱりこうタメ口にするとお皿に入れていくねタメ口にするとねなんかやっぱりこう気持ちがおおらかになるというか感じやからね多分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  <laughs> 普段よりすごいこう音というかまあ話す内容とかもそうやと思うねんけど。 すごい雑味を増すかなって思っててっていうか、多分今すごい雑な感じしてると思うんやけど、うん、どうなんかな。なんか、そう、あれさっきも言ったかな、これ。なんかあの、これ宅飲み動画しよう、撮影影影響しようと思って、あのー、 撮影前にね、だから撮影してすぐにテンション上げていけるようにっていうことで準備運動してたん、してたんよね。まあ、準備運動ってあの、その、さっき言ってたワイルドターキーを飲んでたっていうことなんやけど。そう、だからすでに結構、なんていう、アルコール回ってる状態で今カメラ回してて、同じことを言ってたりしたら、本当に、ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。勘認勘認とか言わへんな。 うん、あ、今食べたのは、こっち。おつまみ。鶏皮おつまみってやつね。うん。うん、このんまうまいよね、これお。サクサク感ね。この食感もいいし。うん、すごい。ねお酒に合うねんな、これ。 お幸せ。まあね、なんかね、20代前半、まだ25やけど、20、21、22、23、24ぐらいまでは、ほとんどやな。あのー、お酒って楽しむために飲むみたいな感じ。まあ盛り上がるため。なんて言うかな。集まった人たちで盛り上がるためになんか酒、 アルコールって使ってた。やけど、まあ、最近は何て言うかな。こう、癒し。うん。自分の中での癒しのために酒を飲んでるっていう感じがすごい強くて。なんかこう、美味しいもの食べに行くっていうのと同じぐらい酒のものが好きな感じなんよね、今。<laughs> なんか吐くぐらい飲むってわけじゃなくて、なんかこう、ほろ酔い。 このふわってした感じで、なんか人と喋ったりとか、動画編集したりとか、おいおつまみ食べたりとかね、おい料理食べたりとか、っていうのがすんごい幸せで、これに関してはもう、ま、あそんなにアホみたいに飲んでるわけじゃないから、多分健康とかも崩さへんとは思うねんけど、ま、あ結構一生の楽しみ、一生涯の趣味みたいな感じのこと見つけれたかなと思って、結構最近はね、あの、 毎日までいかなくてもね、結構飲んでます。の、飲んでる。うん。あ、うまいわ。じゃあ次ちょっとカシューナッツもいこうかな。カシューナッツ。 いわこれうんもうほとんどカシューナツなってないけどなんかこう香りうん噛んだ瞬間の香りとかこう口の中で転がしてる時の香りがこう柚子、胡椒のこのさっぱりとした感じがこう何て言うのかな鼻を通っていくっていうかこれがすごいなんかめっちゃ好きやわこれめ,めっちゃいいこれ。 これめっちゃおすすめ。うん。この、トニカワつまみは、あのー、まあ、たでもみんな、好きだと思うんんけど、ピーポはピーポールさけど、あのー、これみんな好きだと思うんだけど、これはなんか、なんていうの、もうほんまにカシューナッツプラスほんまちょっとした風味みたいな、うん。感じ。ちょっと伝わってなかったら、申し訳ないんけど。 あ、これめっちゃ好きやわー、これ。うん。水胡椒感強くないから、ほんまに、なんかね、うん。めっちゃ食べやすい。ちょっと感想薄くて申し訳ないけど。うん。ほんで、今日、何話そうかな、みたいな、感じなんやけど、まあ、何個かは決めとって、 あと最近ね、あのー、僕の動画見る人って、なんて言うのかな。はじめしゃちょーの動画とか見るんかな。うん。ま、たぶ大概、まあ、800万人も登録者おったらね、ほとんどの人が <laughs> 見てるんかなと思うんやけど、最近ね、あのー、僕のツイッターの方で、毎日腹筋の回数ツイートしてるんですよ。うん、毎日ツイートしてるんよね。あかん、全然。<laughs> 敬語とか丁寧語が抜けへんけど、えっとね、そう、毎日ツイートしてて、あの人が、毎年何とか縛りみたいな、やってたと思うんやけど、あの、ラーメン抜き生活、ラーメン抜き縛りとか、で、先、昨年で言ったら、スーツ縛りとかね、やってて、今年は、あの、1年間で腹筋10万回やるって言ってて、だから、 なんかそれ聞いたときに、あ、なんか毎日100回とかっていう目標よりも、年のトータルで何回やったら、あ、なんかめっちゃ続けれそうと思って、今、なんと自分もチャレンジしてるんですよね。チャレンジしとんよ。チャレンジしてる。チャレンジしてんねんけど。うん。チャレンジしてんねんけど。そう。目標回数としては10万回ね。 はじめしてちょっと同じ回数、目標を掲げてて、まあとりあえず最近ほんまにあの、ポコッパラというか、お腹がプク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 してるから、とりあえず1月はね、リハビリみたいな感じで、毎日100回から200回ぐらいの間でやってて、ま2月ぐらいからね、だいたい1日300回程度やって、ま年間10万回目指そうかなっていう感じなんよね。 うん。だから、今年の終わりには、あの、ちょっとバキバキな復帰見せれるかなって思ってるんで、ちょっとね、楽しみにしててほしいかな、これは。うんあ。途中、もしかしたら、経過報告の動画とかもね、出すかもしれへんし、ちょっと楽しみにしてほしいな。うん、なんかこうやってね、自分がやってることを、 口に出すことでね。で、しかも、ま、少なからず、この動画って、画面越しのね、みんなに見てもらえてるから、さらに自分を追い込めるというか、うん、絶対やらなあかんような空気に、ちょっとしようかなと思って、今回ちょっとあえてね、動画でも、言わせてもらえも、言わして、もらいました。もらいました。これもっと丁寧語やな。言った。えー、この動画でも、 言わしてもらったうん言わしてもろたむずうん、まあ、やっぱすごいなと思ったのがねなんやろな一日っていうスパンやったらもう毎日やん、ね、毎日ってやっぱりしんどいよね仕事もそうやしなんかブンも今毎日投稿とかやってるけどあのー、なんていうんかなやらへん日もやっぱりあるんよね なんか、ほんまに、貯金できる日に貯金しといて、ゆっくりする日はゆっくりしてるっていうので、やっぱり毎日投稿っていうのも続けられてるから、やっぱりそういう筋トレとか勉強とか、なんかね、続けれへんなと思う人は、なんかこう、長い期間の中で、こんだけの成果を出そうみたいな形で、なんていうのかな、やっぱりこう、罪悪感っていうのを感じひんような目標作りっていうのが、すごい大事なんかなって思ったね、今回。一日100回って決めちゃったら、 ゼロ回の時って、あ、俺目標決めたのにできひんかったって罪悪感感じるよね。で、なんかこの罪悪感とか不足感っていうのがなんかあんまりメンタルに良くないって、あのメンタリストをやってた大悟さんもね、言ってたし、やっぱりなんていうんかな、そう、まあ、罪悪感、不足感っていうのがないような目標作り、同じことに変えてるっていうのをしてると、 なんかこう人間、物事続きやすいんかなって、今回思ったな。うん。だから、なんか継続苦手やなって思ってる子がおったら、ちょっとなんかこう長めのスパンで、ちょっとこけたとしても罪悪感感じにくい目標作り、なんか考えてもらえたらなって、筋トレやったらね、年間10万回とか。なんか今のね、あのポコポコのプニプニのお腹やったら、1日300回とかって想像つかへんねんけど、 一日十回ずつね、やる回数増やしていけば、とりあえず来月半ばからはね、一日三百回できるような計算になるし、なんかこう、毎日ちょっとずつできることを増やしていこう、いければ、なんていうかな、結構、大きなところも目指せると思うし、そやね、やっぱこう、目標の作り方って、やっぱり継続できるできひんに結構大きく関わってくると思うから、まずはね、 大きすぎる目標とか結構限界に近いような目標を掲げるんじゃなくて、まあ、達成感とか、まあ、そういうのを感じれる長続きしやすい目標を作るのって大事だなって思ったなうんっていうかなんかいつも丁寧語とか敬語で喋ってるやつがこんな急に関西弁とかため口ちで喋って大丈夫かなうん なんかこいつ調子乗っとんなみたいなねこと言われてる YouTuber の人とかコメント欄とかで、ね、見たことあるからなんか結構この動画今撮ってる自分が結構心配なんやけど今ちょっとね見てくれてるみんなはちょっとできれば優しい言葉かけてほしいなうんそうだからまあさっきの話まとめると 経過報告と今年の年末ねまだ年明けたばっかやから年末の話するのもあるやけどバッキバキの腹筋見せたるから期待してでやばいタメ口が違和感ピーポピープリポーうるさいな まあ、とりあえずね、この、またくのみとか、雑談系の動画は、あんまりカットとか入れへんところかなって、なんて言うんかな。普段の ASMR 動画って、こう、やっぱりこうね、音を聞きに来ている人が、まあ、自分の中でこう、なんて言うんかな、雑音とか入れたくないんやけど、逆に雑談動画とかに関しては、なんか間にカットが入ってて、喋り声とかが聞こえにくかったりとか、 なんか動作はカクカクしたりとかする方がなんか嫌やなーって思うことがあるからさなんていうかなあんまりカットとかしたくないよねああまりにも大きい雑音とか消すと思うねんけどそうだから今日も多分ちょくちょく車の音とかバイクの音とか入ると思うけどうんまあそういう理由でカットはしないんでねよろしくいやぁ旦の音えわ うん、うまいなうーんしかしね味の感想うまいなしか出てこないよね <laughs> うんあとあれや何話そうと思ってたっけな 思い出せんからちょっと別の話にするけどあのー、いつもの感じの丁寧な感じでしゃべる宅飲み雑談動画と今みたいなかタメ口の関西弁動画関西弁の宅飲み動画と宅飲み雑談動画どっちの方が好きかなうん正直何かこう 自分的にはこれまでずっと丁寧な感じで喋ってきてる動画ばっか撮ってるから今がめっちゃ違和感ないよねそもそもプライベートでも最近タメ口関西弁とかあんまり喋ってないからそもそも今の自分に対してもめっちゃくちゃなんて言うかな違和感感じてるしただやっぱり客観的にねみんなが見て どっちのせいやの方がいいのかなみたいなうんちょっと教えてほしいなって思うだから教えてうんごめんねなんかちょっとお腹減ってるのか知らんけど飲み食べが 食べ飲みがちょっと止まらへんわ <laughs> あとなんか今日の髪型ガーってなってんねんけどさっきまでその他のお酒飲んでたからテンション高い状態でセットしたからさなんかほんまバリ適当になってんだよねワックス手に伸ばしてさガーみたいなでスプレッシャーってやってで横になってるからなんかちょっとだいぶ 変な感じやと思うねんけど。うん、なんか変よね、これ。大丈夫かな、これ。大丈夫じゃないか。まあいいけどさ、別に。うん。あ、そう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 。で思い出したわ。な、何しようかな、みたいなね。この動画で思い出した。なんかせっかくね、お酒入ってるし、なんか宅飲み系の動画になってるから、あの、シチュエーションみたいなことちょっと試しに、今やってみようかなと思って、思ってて、 適当に今考えようかな何しようかなえー、っとねじゃあ,、まあ今あてもお酒もあるから彼女と俺と二人で俺の家で明日二人とも休日の日っていうシチュエーションでまたく飲みをしてるっていう体でねちょっと今からやってみようかなと思いますはい じゃちょっとスイッチ入れようかな。今から俺は誰かの彼氏。俺は誰かの彼氏。俺は今から君の彼氏やで。っていうか始める前に、俺のキャラ設定ブレてないかな。大丈夫 よし。じゃあ、ちょっと彼女の名前決めようかな。どうしようかな。うーん。今パッとね、目についたのが、これ。おつまみ取り鳥わって書いてるよね。だから、たまたま目に入ったひながながまみって書いてたから、今から彼女の名前まみちゃんにする。うん。まみちゃん。だから今から、 えっと、俺は、マミと二人で、宅飲みしてて、明日二人が休み。で、二人で、まあ、今日、お互い仕事終わって、明日の休み何するみたいな感じの解放していこうかな。うん。まあ、だいたい数分間ぐらい、ちびってやってみようかな。あんまり普段の動画とかでシチュエーションとかやらへんから、結構グダグダになると思うし、全然セリフも考えてないから、大丈夫かなと思うけど、ちょっと、チャレンジしてみます。チャレンジしてみる。 よしじゃあちょっとお酒だけ次出してやろうかなよしじゃあマミちゃんとの宅飲み。 マミー、お疲れ。とりあえず乾杯しよっか。乾杯。ね、今日仕事どうやったまた、<laughs> また田中課長があれな、セクハラしとったのあの人も来りひんな。俺もなんか、なあ,あの会社辞めてから、 もう1年ぐらい経つけどやっぱりやな人はなかなか変わらんもんやなうんあっていうか俺なんか料理作ったからさこれ食べやこれうんたまに俺も料理作らないないつもなうんマミに料理作ってもらったばっかやしうん、まあ、ちょっと <laughs> 味は保証できひんけど食べて うん。<laughs> まあ俺はお酒作ってあるから、今日はいっぱい飲みや。お、ま、前、あ、もう明日休みやろうん。いいやん、今日はもう、いろいろ、なんか二人で飲むんもさ、久々やし、まあ家やし、まったりできるしさ、なんか映画でも見ながら、なんか、まったりしよう。 うん俺の作ったパスタどううまい微妙マジかよ何どっなんか変な味するんしょっぱいマジか塩入れすぎたかなうんごめん <laughs> あの無理せんで食べんでいいでごめんなまたずっと今度。 クークーパーって料理勉強しとくわうんっていうかこれ寄ってるから言うわけじゃないねんけどさやっぱお前かわいいよなうん何てレれとんねん,なんか と付き合う前から可愛いなな思ってたけどさやっぱこう普通なんていうの付きあってさ今半年ぐらいやけど普通見た目のかっこいい可愛いってさ時間が経ったら何ていうんかなこう薄れてくるというか飽きるとか言うやんようなでもなんかもう俺ほんまにマミに関してはずっと可愛いなって思うよねうん,なんていうん クス見た目もそうやないけどやっぱ仕草とかさ可愛いなと思うでうんほんまに好きやわ目合わしてよ俺こんなに見つめてんのにまあまあまあパスタ塩辛いからさどけとくから 一緒につまみでもつまも。うん。あほんでさ、明日どこ行く？どっか行く？うん。明日予定なんやろ。 え、っていうか、今何時やまだ9時か。いや、これ飯食い終わった後、帰らんやんな。今日は一緒におるやろ。うん。オッケーオッケーあれ、明日と明後、あさって休み。2日間休み。うん。いいやいいや。じゃあ、あさっては、 俺仕事やからさ、明日はフライでどっか行こうや。うん。どこ行こうかな。あ、じゃこの前、あのー、どこやったっけマミが行きたいって言ってた、あのー、何やったっけあなんかあの、あれ、あれあれあれ、ちょっと思い出せへんねけど、あの、なんかヨーロッパの、なんかお店が、どっかの百貨店のさ、確かなんか、何回かに、 集まってるみたいな。なかったっけヨーロッパ店みたいな。そうそう、言ってた言ってた言ってた。あれ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 。あそこ行こうよ。<laughs> じゃあ明日はそのヨーロッパ店で決まりな。うん。楽しみやな。 あれそのヨーロッパ店って何があるんやったっけあパンとかアイスとかねあ肉もあるんやうんいいやん全部俺が好きなやつやはあうんそういやこうやって飲むんて何日ぶりこれ なんか結構さ、お互い仕事忙しいからさあんまゆっくり飲まれへんやなあもんも週に1回とかやしさこういう時間大切にしたいやな、うん、ごめんななんかあの喋り方ん食べながら喋ってごめんごめん ぐらいの感じで、ちょっとやってみましたけど。いかがですかどういかがですかどうどうどううん。どうでしたでしょうかどうどうさっきのどううん。ちょっと未だになかなか、喋り口をなれへんけども。さっきのシチュエーションの感じ、どう 結構なんか、まみちゃんっていう人物像を結構具体的に想像しながら喋ってみてんけど、みんなまみちゃんになれたかなふん。<laughs> 何言ってんやろ。まあね、明日、ね、まみちゃんと一緒に休日にヨーロッパ店っていうヨーロッパの会社の が主にに出ししてるそういういい百貨店のね催し物に行くみたたな約束をしたっていうシチュエーション <laughs> まあなかなかないと思うねんけどそういうシチュエーションをねちょっと再現してみましたうんなんかこんな感じのレベルでいいんやったらまああのちゃんと撮るってなったらねもっとちゃんとするけどなんか今ぐらいのレベルでも全然大丈夫そうやったら 今後ちょっと何て言うのかなシチュエーション系の動画とかうんやろうかなって思うねんけどなこういうのもなんかやるかやらへんかって結構ねあのみんなのコメントのありなしとかに、ね、結構関わってくるから書いてほしいよねそうだからこの動画出す2日前もねいびきと布団の1時間の 動画あったと思うねんけどさあれも冒頭になんていうの腕枕しようかみたいなシチュエーションがあったと思うねんけどさああいう感じのを、まあ、いるのかいらんのかみたいな経験欲しいよねたくさん、まあ、それをもとにさやっぱりこっちもあの動画作っていくし うんせやなかちょっとつまみがうますぎてたまらん <laughs> うんね。え止まらん止まらんよほんマにどうしようこれ絶対明日二2日酔いやんこれたまらんいほんま まあね、明日一日フリーなんで、フリーやからあの、別に寄ってもいいねんけど。ただ、あの、言うのはいいねんけど、二日酔いまで行くと、なんか次の日が結構台無しになった感があって、罪悪感感じるよね。その罪悪感が、さっきも言ったように、あんまり人にはいい影響をもたらさへんから、 やっぱこうほどほどで抑えるっていう自制心、うん、が必要なんかなと思うしこの撮影終わったら <laughs> そこできっぱり終わらないと明日絶対2日この思どみたいになるからさ <laughs>、うん、止めなあかんねけどね止めれるかな ちょっと今日はあれやな。今日の失敗は、当てがうますぎる。ほんまにあの、これはほんまにめっちゃうまいね。もう、もうずっと、あの、こいつにお世話になってんねんけど、うん。ね、あの、この、この子も美味しすぎてさ、止まらんのよね。だからお酒も止まらんくて。どうしようかなって感じ。 宅飲み動画をさなんかこうやって一人でやるのってまあ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 寂しいかなと思ってたけどお酒入るからさなんかあんまり一人で飲んでる感がないよねなんか今カメラの向こうにさなんかまあ何百人何千人とるか知らんけどさやっぱこう誰かが見てくれてるんかなとかって思うとさなんか一人でも全然喋れるなと思うし どうしようかな。今ここにマミちゃん、これで思いついたけど、よく見たらこっちにユズちゃんがおるんよね。ユズちゃん。ユズ胡椒とか入れてるからさ。どうしようなんか。もう一個シチュエーションやってみようかな。うん。どうしようかな。じゃあさっきは彼女っていう設定やったから、ユズ。なんか妹っぽいよな。 妹設定か、なんやろな、彼女になる前の、なんかこう、まだ恋愛してますせ、みたいな、そういう感じのシチュエーションか、どっちがいいかな。まあでもさっき、あれやもんな、恋愛っぽい感じで言ったから、妹とかにしようかな。うん、そうしよう。じゃあ、こういう感じのシチュエーションで行くな。え一人で、兄貴。 せいやが飲んでる時に、えー、ゆず妹あなたが帰ってきてえー、また飲んでんのみたいなところから始まる感じでやりますじゃあスタート今日は仕事疲れたもう酒飲んどらんてやったらええんだほんあこぼれた はあ、おゆずおかえり遅いな今日もうんもうな酒飲んどらんとなあやってられへんねんってうん、うん、ほどほどにするよほら見てそうダもなくなったこれで最後やもうこれ お前も飲むかごめんごめんごめん。お前まだ19やったな。ごめんごめん。まあでも、たまには兄ちゃんに付き合えよ。ジンジャーエールでもいいから入れておこうよ。 ジジンエジールのゆずちゃんと乾杯はい分かってるってもうこれでやめるからさ大丈夫大丈夫んそこにそうだよあるってうん、まあ、あるけど今日はもうこれでやめるからやめるって うん。ていうか、いえず、お前、仕事、もう遅いのは分かるけどさ、今、お前、もう十字やで、これ。遅ない。残業うん。なんていうのまあ、実家が貧乏でさ、高校卒業して、なんか、働かしてしまって、なんか申し訳ないと思うんだけどさ、なんか結構無理してないか 大丈夫かうん。まあ、せんな。働いて2年目やったら、まだまだ人間関係とかむずいよな。うん。俺も今さ、社会人経験何年目今まで。5年目か。 やっぱり、一年目、二年目とか、ま、後輩ができひん時期っていうか、ま、周りがほとんど先輩、ばっかりの時期ってやっぱりしんどかったもんな。うん、何するにしてもやっぱり周りに気使わなあかんし。うん。そやな。ま、何やるにしても絶対大変な時期ってあるからさ。うん。僕はもうやるしかないよ。ま、正直時間がね、 解決してくれる感じの悩みやと思うからさ。うん。まあ、もうちょっとしんぼいな。うん。ただあれやな。兄ちゃんがもっと稼いでやれたらな。お前大学にも行かせてやられたしさ。やられたいことやらせてあげれたと思うねんけどな。ほんまごめんな。うん。 いやお前悪やわ自分の妹やわ家族とか俺にさめっちゃ気使ってくれるしうんそういうお前一回も彼氏とかさ家に連れてきたことないけど好きなやつとかおらへんのんおんのうんどんなやつ 職場の人。違う。うーん最近それで合ってる。何が合ってんねや <laughs> なに。職場の人じゃなくてよく会う人って誰。 仕事遅いになってもしかして残業じゃなくてその人るってことあっしも違うんやうーん誰やそいつ教えてくれへんのあそううんま,あ、まずなんかあの紹介してくれる機会とかあったらさ紹介してようん まあユずのことな幸せにできる男かどうか俺がちゃんと見極めてるからうん大丈夫や俺のの目利きなめんなよお前何 <laughs> うん急所、うん、に風呂入るんやろお前も超お前お前 10年前とかさ一緒に風呂入ってたのにさ10年前って言ったら俺が何ぼ1 5六やろの前が9歳とかやろ一年にお風呂入っとったんやけど10年で変わるなあう,うんまあいいよ 俺も,、ね、もうとりあえずしばらく飲んで食って飲んで食って飲んで食ってしてるから先にお風呂入っていきうん <laughs> 兄ちゃんのケアとか浮くん嫌やろお風呂に <laughs> うん先にお風呂入っていき <laughs> はいっていう感じでゆずちゃんとのシチュエーションはこんな感じかな いやーなんか、なかなか妹ってなると難しいよね。っていうか、結構ね、今アルコール回ってて、もアルコール回ってきてて、ちゃんと喋れてるかな。大丈夫なんか、わからへん。今やばいわ。今やばい、マジでやばい。頭がぼーっとしております。 ただすごい気分はいいうーん逆中の人みたいでもねシーマスは大して減ってないよねなんなもんやし前のワールドターキーが効いたかなうーん結構酔っております酔ってる <laughs> あまあ、今日ね、まみちゃんっていう、彼女と飲む動画と、ゆずちゃんっていうね、妹と飲む動画と、ゆずちゃんの場合はジンジャーールやったけど、あの、ちょっとシチュエーションやってみたけど、どうやったかな。なんか、とりあえず、今回に関しては、 何て言うんかなアルコール入って結構頭がボーっとしてる中で完全アドリブ即興演劇みたいな感じでやったからさ結構グダグダな感じでやったから全然完成度とかは低いねんけどこの延長この感じがいいなって思う人がもしコメント欄で多かったら なんかシチュエーション系ね。うん。もっとやろうかなと思うからさ、いいなっていうコメントっていうか、なんかこう評価のコメントみたいな。うん。してくれたら嬉しいかな。っていうかあれよね、今日、接続詞とか、結構とか、かなりとか、うんとか、そういう言葉多い気がするけど。大丈夫かなこの動画成り立ってるかなほんま。めっちゃ心配やわ、ほんま。 そこが心配一番今日の撮影の中で。は <laughs> っていうかあれやなあの人づきい結構なくしたなみたいなツイートとかツイッターでやったりとかしたぐらいやからさあんまりなんか人と飲む機会とかめっちゃ減ったんやけどやっぱりなんかこうシチュエーションとかでも。 シチュエーションって感じでこう話したりするとさなんか誰かと飲みたいなとかうーん思っちゃうよね <laughs> うーんやばいやん俺めっちゃ病んでる人みたい <laughs> うん 鶏皮おつまみの方がもうこれ全部さらに出したんやけど出してるようなうんもうここの中あのもうカシューナッツばっかりやからさ音はカシューナッツばっかりうんやばいつまって俺何言ってんやろちょっと今のシーンとかねカットするか分かんないんやけど 今結構やってるね。うん。結構やってる。今目の前にもね、パソコン置いて、あの、みんなからもらってるな。コメントとかもらってんねんけど、もう,こう、<laughs> みんなからもらってるコメントとか見てんねんけど。そやなーなんかほんまにあの、なんやろな一1月の5日から8日まで、567と,と休みね。 動画投稿休みしたけどさその間も結構みんなからコメントとか入ってるしほんまになんか恵まれてるなって思うよねうんなんかすごいなんていうかな、ね、やっぱリアクションしてもらえるってすごい幸せなんよねうんすごい嬉しい だいたいね、二日三日遅れぐらいではさ、今全部のコメントに、目通してさ、ハートマークつけて、いいねつけて、で気になるコメントとかにはさ、あのー、返信したりもしてんねんけど、めっちゃなんか、いいなぁ。もにありがとうね、みんな。普段コメントしてくれてるみんなね。見てくれてるだけでも嬉しいんやけど。 できれば今後も高評価とかさしてな。うん。でもちょうどね、今これ撮影してんのが1月9日の夜なんよね。まあ今はもう10日に日付変わってさ、ゼロ時過ぎてんねんけど、ちょうどだから今日はあの、正月休み、ASMR、せいや ASMR の正月休み明けて、えー、初の動画、みかんのアルベドを撮る動画ね。 あげたまあ12時間後の時間なんやけどコメント欄にも見てんねんけどなせいやさん畑はもちろん的蔵さんをご存知でそう知ってるよはじめ社長見てるから畑も見るしうんで畑に出てる人のチャンネルとかも見てるしねそうねあのー うん、マタゾーさんごめん年上か年下か分からへんねんけどさあのたまに見たりするしうんタテメくんもねあの子は年下やけどさうんやっぱり見たりもするしねうんやっぱりねこういう動画にコメントしてくれるってめっちゃ嬉しいよねほんまあるコメントが 見てる、え、畑見てるんですか嬉しいっていうコメントがね、あるよね。ユーザー名アンノンさんね。自分が動画内で、堂々どうこうで、堂々どうなんですみたいな。っていうことに関してこう、触れてくれる人たちって、やっぱちゃんと動画見てくれてるわけじゃないですか。うん。でそこに関して、こうコメントを、 してくれるってやっぱり嬉しいよね。うーん。そうね。本当に視聴者さんに恵まれて幸せです、私は。本当に。だから本当にね、今後もあの、いろんなジャルの動画、いろんな趣旨の動画、まあ、 激しい動画、緩やかな動画、いろいろ上げていくと思うんやけど、ほんまにあのよろしくお願いします。うんね、ほんまああの僕の動画のコメント欄ね。 大喜りみたいな感じで、本当に面白いコメントをくださっている方もたくさんいるから、そのコメント欄をね、楽しみにして来てくれてる方もいるみたいで、コメント欄見てるとね。だから本当に、本当にありがとうございます。ありがとう。うん、なんかもう終始ね、こう、タメ口関西弁の設定を全然守りきれてない、僕なん ですが僕なんやけどあのほんとね今後ともよろしくはいあのー、あかんとほんまにあかんわていうか今これ撮影してから何分やこれ今自分が何分撮影してるかもちょっと思い出せへんわでもあれねよね何分かね今,今何分やこれ 1時間ぐらい今カメラ回してんのかなうん。かな分からんけど。 まあ今日はね、今日何話したっけまあこういう条件で宅飲み雑談動画しますっていうことと、あとは何や、ツイッターで腹筋のことについて、腹筋のことについて喋ってます、喋ってますじゃないわ、ツイートしてますとか、あとは、まみちゃんっていう彼女とシチュエーション、 ちょっとここで軽くやってみたりとか、あとは、ゆずちゃんっていうね、妹と、宅飲みしてるっていうシチュエーション、ちょっとここでやってみたりとか、やった感じはか。うん。せやな。ちょっとあの、宅飲み動画、今後、やるかどうかは、ごめんなさいね、あの、今、ごめ,ごめんなさいご、ごめんね。 うん、タメ口ね。ごめんね。うん。この動画、この動画のコメント欄にどんな意見があるかによって、ちょっと完全に決まります。決まる。決めようと思う。うん。あの、今めっちゃ寄ってて、正味ね。この動画がどういう感じなのかっていうのが、もう撮影してる自分では全く外つかなくて、プラスね、 普段、丁寧語、敬語ばっかりの自分やから、今の自分の、何、トークスタイルが、すごい違和感、ないよね。うん。だから、まあ、コメント欄で、まあ、マイナス的な意見が少なければ、少なければ、まあ、プラスの意見が多かったから、まあ、どっちかかな。うん。宅飲み動画はやるかなって感じ。 タメ口関西弁縛りも、もしあの全然いいよっていうことやったら、今後もやっていくんで、うん、できればちょっと、何、ネガティブ、ポジティブ、関係なくね、今回の動画に関しては、いろいろちょっと意見書いてほしいかなって思います。って思う。うん。うん。 まあ一個の意見でバッと変わるわけではないねんけど、やっぱりこう、一人一人の意見っていうのが集まって、このチャンネルっていうのは成り立ってるわけなんでね。まあネガティブ、ポジティブ関係なくコメントしてください。おコメントしてね。うん、してや。コメントしてや。コメントしろよ。まあちょっと関西弁ため口の、ちょっとあの関西弁、 口関西弁の答えが分からんあかんわちょっとうんどうしようこのまま続けるかやめるか今めっちゃ悩んでんねんけどつまみがうまいつまみがうますぎるうん まあでもあれやな。とりあえず今回は、あの、タメ口関西弁縛りの、えー、タクノミさん動画の、まあテストプレイということで、一旦ちょっとこの辺で締めようかな。うん。とりあえず今回の動画の、まあ趣旨とか内容とか、やったこととかね、でいいなと思うところ、あとは嫌やなと思ったところ、それぞれ、ちょっとコメント欄で教えてほしいなって思います。って思う。 うん、でいいなって思いき見が多いところはそれぞれ一つの動画として使うこともあるやろうし例えばねさっきのまみちゃんとの彼女の飲み動画をそれだけで作るかもしれへんし逆にゆずちゃんとの卓飲みシチュエーションの部分が微妙やなっていうやったらそれはもうやらへんし今後の卓飲み動画でもねそうだからどこのシーンが良かったらどこのシーンはいらんかったなとかって教えてくれるとえ今後の。 ASMR の動画作りでまあ採用する採用制限とかの優先順位とかを変えようかなとかって思うんでって思うからうん良かったシーンいらんかったなって思うシーンうん快感を感じたシーン不快だと感じたシーンをそれぞれちょっとコメント欄で教えてくれると ありがたいな。うん。せやな。そんな感じかな。ごめんね。寄ってて、この動画長いんか短いんか分からへんねんけど、ちょっと今日はこの辺で終わるわ。うん。あかんわ。ちょっと、めっちゃ寄ってるわ、今。うん。この後、その、何もうみんなはな、 1>, 1月9日の夜の腹筋ついて見てると思うからさ、この後の俺が何回腹筋するのか知ってると思うんだけどさ、あの、この後腹筋できるかどうか、ま、なかったらゼロやねんけどさ、できんのかなこれ結構心配やねんけど。うん。1年で10万回やるって決めたから。ま、多分少なくても何十回はやると思うんだけどね、今からね。ま、ちょっと宅飲み動画ば、 こんな感じでぐでんぐでんのぐタぐタになるようなっていうことを知ってもらいながらこの動画が今後ありかなしかちょっとみんなにね判断してほしいなって思いますうーんああうまいはいえー、ではね 今日は、あの、ほんまに、なんていうかな、いつもと全然色ちゃうし、なんかシチュエーションとかっていうカッコつけたことやってるし、なんか、咀嚼音もあるし、飲もうともあるし、結構あの、ぐちゃぐちゃな感じの動画になったと思うんだけど、それでも本当にあの、最後まで見てくれた方、まあ、一人でも二人でもいたら、嬉しいなと思うし、今このね、俺の言葉聞いてる人たち、人は、 本当に最初から最後に見てくれた人なんかなと思うから、本当にありがとう。大好きです。大好きです。ぜひね、あのー、最後まで見てくれたっていう方は、あのー、しっかりちょっとコメントもね、いただければ、ね、ちゃんと見てコメントしてくれてる方の意見っていうのはね、本当に真摯に受け止めて採用していきたいなって思うんで、コメントお願いします。はい。 あと今日はぐでぐでんのぐダぐダの,の雑談動画にね付き合っていただいて本当にありがとう。いいなって思うような意見が多かったらまたこういう企画やろうと思うんでねよろしくお願いします。はい。じゃあね今日も最後まで見ていただいてありがとう。じゃあおやすみ。バイバイ。